はい、のぎです。次はオフィシャルヒゲダンのサブタイトル、これはまだ70点目指して頑張ってます。今日は3回目、まだうまいことできないと思いますけど、ご勘弁を練習です。凍りついた心には太陽を、そして僕が君にとってそのポジションを、そんなだいぶ傲慢な思い込みをこじらせてたね、ごめんね、笑ってやって、やけどしそうなほどのポジティブの冷たさと残酷さに気づいたんだよ。きっと君渡したいものはもっとひんやり熱いもの、綺麗事じゃないけど綺麗で揺るぎないもの、上よりも胸の奥の奥を温めるもの、理想だけはあるけど心のどこか探してもまるで見つからないんだよ。伝えたい伝わらないその不条理が今きつく縛りつけるんだよ。飛ぶような僕のこの一挙一投足を、言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたくても、宇宙になればなるほどいい、形は崩れ落ちて溶けていって消えてしまうけど、でも僕が選ぶ言葉がそこに託された思いが、君の胸を震わすのを諦められない、愛してるよりも愛が届くまで。もう少しだけ待ってて、薄に出たらそばに立ってても、不器用に汗をかいてしまう僕なんかも、どうしたって飲まぬくて君を痛めつけてしまうのだろう。手のひらが熱いほど心は冷たいんでしょ、冗談でもそんな残酷なこと言わないでよ。別に言えばいいけど全人生をかけてもちゃんと連れさしてよ。救いたい救われないこのイコールが今、優しく剥がしていくんだよ。硬いビル無双、ブライドの過剰放送、正しさよりも優しさが欲しい、そしてそれを受け取れるのはイルミネーションみたいな特定多数じゃなくて一人、君で欲しい。出しすぎた熱量で浮かれてしまったカーテン、そんな失敗作を重ねて重ねて重ねて見つけたいんだ、いつか最高の一音いく。言葉はまるで雪の結晶、君にプレゼントしたとして、時間が経ってしまえば大抵地獄が溺れて落ちて駆けていって逃げてしまう。でも絶えず僕らの鳥に燃えたら字幕のように思い返した時、不意に目をやる時に君の胸を震わすもの探し続けたい、愛してるよ、まあ、愛が届くまで。もう少しだけ待ってて、言葉なのに何も直しくたくほど、悲しみに凍てつく夜とも
勝手に君のそばであれこれと考えてる。雪が溶けても残ってる。いや、サブタイトルでした。オフィシャル、オフィシャルしげちゃんなぎでした。どうですか、70点ぐらいいったかな。また遊びに来てください。登録してね。 See you. ありがとう。